20歳初めての防衛戦です。レフェリーは島川拓司、ジャッジが手崎博之、浅尾和信です。顔が見えているのがこちらが挑戦者富弘樹です。右側が西澤義則、両コーナーに分かれました。これから第1ラウンドです。日本ミドル級タイトルマッチ10回戦第1ラウンドが始まりました。まず軽く左を出したのが西澤義則です。黒いトランクス、挑戦者の富弘樹はファイターです。第1ラウンドからどんどん攻めていく、自分のスタイルでいく。富が攻めていく。西澤の応戦です。チャンピオンの西澤は第1ラウンド左ジャブを落ち着いて冷静に当てて自分のペースをつかみたいと話していました。緊迫の第1ラウンドが始まりました。富が左のクレスボディに当てました。山田さん、はい、距離の取り合いがまず大きなポイントになるということですが、まあ、そうですね、はい、西澤ですけども、相手が入ってくるとその大きなパンチ、はい、大きなパンチ打ってますから、そこをうまくですね、はい、トミーがですね、まあ左フックなんか打ってますけども、で小さいパンチですね、はい、打ってますから、やはり西澤としてはですね、大きなパンチは打たないということですね。やはりその基本に忠実な、はい、やはりその左を使って相手をその懐に入れないボクシングですね、こういうボクシングを徹しないといけないですよね、ちょっとパンチが低いという注意を受けました。挑戦者の富です。パンチがその頭ですね、頭、今頭注意したんですよね、はい、はい、うん、富が積極的に攻めていく。黒いトランクスの富弘樹は初めてのタイトル挑戦。大橋さん、そのあたりの気負いは感じられませんか、第1ラウンド。そうですね、僕がちょっとね、第1ラウンドはちょっと硬くなっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、はい、なかなか思い切りのいいね、攻撃をしてるんで、はい、ちょっと西田の方がちょっと面食らってるような感じを受けますね。そうですか、まあ、その一方の西澤ですが、川島さん、はい、同じジムの先輩ということですけれども、はいはい、どうでしょう、この戦いぶりは落ち着いてますか、第1ラウンド。第1ラウンドはよく見て落ち着いてると思うんですけど、もっと左をね、はい、当てていきたいですね。西澤自身も左を第1ラウンドはよく出して自分のペースをつかみたいと話していました。ボクサータイプのチャンピオン西澤、そしてファイタータイプの富弘樹です。富がこのリングを広く使っています。真ん中で構えるのが白いトランクス西澤です。チャンピオン顔が見えています。西澤義則、初めての防衛戦です。右から出していきました。西澤ちょっと力みすぎてちょっとスピードがないですね。ああ、そうですか。もうちょっと体の力抜いてね、はい、もうちょっと速いジャブをもうちょっと対応した方がいいと思いますね。富川、左から右です。落ち着いてさばいていますチャンピオンの西澤。まあ、なかなかね、はい、富川小柄なんですけども、動きはやはりその止まらないですよね。相手はそれで大きいですからね、はい、うまくその左にはやはり西澤少ないですから、右にかなり頼ってますからね。だからこういうね、展開になると、はい、やはりその富の方が有利じゃないですかね、はい、もしかしたら左つかなきゃいけないですね。第1ラウンドが終了しました。熊田さんは10対9で富、そして大橋さんは10対10イーブンでした。赤コーナー、顔が見えています、西澤義則です。日本ミドル級のチャンピオン、今年1月28日に4回目の日本タイトルマッチで初めて王座につきました。ランキング2位の塚本健一を5ラウンド34秒右ストレート2発で KO 勝ちを収めています。今日が初めての防衛戦です。挑戦者の富弘樹、すでに立ち上がっています。第2ラウンド始まりました。まあ、西澤としてはですね、はい、やはりその相手が動くし的が小さいのでかなりやりにくいと思いますよね。ですからその右ですね、やはりその倒す意識が強すぎて狙わないということですね。そのためにはその左をね、十分やはりその使わなきゃいけないですね。
大橋さん、そのあたりやりにくそうな感じは見られますか。そうですね、このやはり、ね、思った以上にトミ選手がね、思い切りにいい攻撃かけてきてるんですよ、はい、それでちょっとね、西澤の方が逆に硬くなっちゃって、はい、手出なくなってますよね。西澤が身長182センチ、対するトミは5センチ低い177センチです。まあ、昨日の計量でも西澤は 72.5キロ、リミットいっぱいでクリアしていますが、トミの方は 71.4 キロとリミットを 1.1 キログラム下回る、まあ、余裕の計量でした。西澤も、まあ、プロに入って12年目、調整はもう順調に進んでいるということで、1週間前にはすでにリミットを切っていました。西澤のパンチも顔面捉えています。西澤右からです。ほとんどブロッカーしてますよね、はい、トミとしてはですね、西澤のその一発パンチね、はい、かなりその警戒しながらその攻撃してますよね、はい、西澤右側、今の右側っぽいですよね、はいはいはい、まずトミの右を使ってました。右ボディです。上下左右に体を揺らしますトミです。挑戦者どういうトランクス、まあ、トミも一発パンチはないんですけど、なかなかね、はい、そのまとまったボクサーですよ、そして挑戦者らしく非常に積極的ですね、まあ、そうですよね、飯村さん、はい、はい、高田さん、はい、挑戦者サイドのね、マウキ会長の話なんですが、第1ラウンドの動き、はい、スピードもあるし非常にいい動きだというふうに言ってましたね、あの試合が始まる前はね、はい、セコンド陣もみんなもうピリピリとした緊張感に包まれていたんですが、あの第1ラウンドの動きでかなりこう安心感を持ったようですね、はい、飯村さん、はい、一方の米倉会長ですがね、相手のトミーを見てね、足がよく動くしすばしっこいなと、西澤ちょっとやりにくいのかもしれないなという感想を漏らしてましたね。そうですか、はい、もうどん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 プレッシャーをかけていけという指示です。両陣営、まあ、富の動きがいいということですが、川島さんやはりそんな感じでしょうか。そうですね、富選手はリラックスして動いていると思いますね、あとやっぱ西澤さんはですね、はい、やっぱり上ばっかり狙ってるんで、ちょっとボディの方も攻めてほしいですね、はい、富が第1ラウンド、この第2ラウンドと積極的に攻めています。しかし時折この厳しいアッパーが西澤は出ています。またにアッパースピード、いつものね、はい、西澤から見るとスピードがないですよね。そうですか、はい、まあ、やっと相手についていってその攻撃しているようなね、感じですけども、そのクリーンヒットは見られないですよね、まあ、この辺 そのミニアッパーですか、はい、クリーンヒットのパンチはですね、はい、まあ、トミノがその打ち勝っていますよね、第2ラウンド時間がなくなりました。ここで終了です。沼田さん、このラウンドは10対10、そして大橋さんも10対10、五分です。第2ラウンド、西澤のこの右アッパー、顎を捉えました。しかしだいぶ積極的に攻めているのは沼田さん、トミーの方ですね。まあ、そうですね、第1ラウンド第2ラウンド、まあ、西澤 の, そのスピードのなさ、はい、単発のパンチですね、空振りしたところ、またバランス崩したところをですね、うまく攻撃してますよね、はい、ただそのクリヒットとなればちょっとクエーションマークつきますんで、2ラウンドそのポイントは取らなかったような感じしますけどね、はい、大橋さん、この第1ラウンド、はい、第2ラウンド見て、西澤も体がだいぶこう温まってきたような感じはありますでしょうか。そうですね、先ほどいい右アッパー打ちましたんでね、あの右アッパーをね、はい、どんどん打って、またねこのトミ選手の足をね、はい、止めたいんで、もうちょいねボディ攻撃が欲しいですね、はい、今頭ちれてますね、大丈夫のようです。西田の左です。西田と顔面を捉えています。西田のやはりその速いね、はい、左が欲しいですよね、伸びのあるですね、早い、まあ、相手のその懐を打つ隙を与えないためにはその左ですよね、はい、これ今までのところ野中さん、距離としてはどちらの距離でしょうか。まあ、距離というかそのペースはですね、ペース、はい、のペースですね、ペース、はい、西澤の左のボディを狙っていきました。どうしてもその西澤打つね、意識が強すぎて、はい、やはりその空振りで手は出ないわけですからね、はい、そこをうまくですね、トミーの方が攻撃、まあ、クリーンヒットはまだしてないんですけどもね、はい、うまくその攻撃が見せてますよね。まあ、西澤にとってはその焦りもかなりあると思います、はい。まあ、西澤は3年ほど前から、まあ、非常にとにかくどんな相手が来ても戦えるようなイメージトレーニングをしているということで、まあ、今日は挑戦者トミがファイターですが、もしファイターではなくてボクサースタイルで来たとしても戦えるように、いろいろな場面を想定して冷静に戦えるようにしているという話でした、まあ、そのためにはですね、トミの場合ですね、1回戦その止まってじっとしてないですよね、はい、必ずその動きを入れてますから、ええ、まずその角度をですね、はい、変えてますからね、
その辺で西澤としてもやりにくいし、パンチが決まらないわけですよね。はい、試合です。トミー打っている。さあ、左を伸ばします。逆にね、西田があのいい左ジャブを打たれちゃってるんですよね、はい、本来ならば西田が打つべき左なんですけども、はい、逆にあの左でペースを取られちゃってますね、はい、奥の右です。川島さんからご覧になって西田の方どうでしょう、焦りというようなものは感じられますか。そうですね、手数でやっぱり負けてますからね、西田さんやっぱり一発を狙おうとしてますんで、はい、やっぱり上下攻めてほしいですね、ボディの方も、はい、ちょっと空振りが多いんで、このなくしてやっぱボディに集中してますね。この空振りしてますとこの後半ねスタミナ切れてきますんで、空振りは気をつけたいですね、はい、第3ラウンドも残り時間少なくなってきました。トミーの左、トミー右ボディです。はい、相打ち、トミーが飛び込んでいい、トミーが顔面を捉えました。トミーのパンチです。第3ラウンド終わりました。沼田さんは10対9このラウンド富、そして大橋さんも10対9富につけました。こちら挑戦者の富裕樹、全友マルキジムです。名古屋からやってまいりました日本ミドル級の1位、これまで9勝1敗に引き分け、 KO 率は 44% です。おととしの1月にデビューしました。そして、おととし平成7年度の全日本新人王です。まだ21歳。対する西澤義則は、昭和62年の全日本新人王です。10年の年齢差があります。31歳の西澤と21歳の富です。富が大きく右のボディを狙っていきました。ちょっと頭が低いようですが、ね、はい、第1ラウンドに続いて富が注意を受けました。まあ、身長差もねかなりその違うということで、はい、ある程度ねバッチャーがやむを得ないんですけどもね、はい、ただその故意にね落ちてはいけないですね。いいね、いいね、いいね、まあ、西田のその右ですね、はい、まあ、ちょっとその西田は左アッパーね、うん、いいもの持ってるんですから、はい、もしかその左アッパーも有効に使ってもらいたいですよね、そうすることによってですね、はい、その富のいわゆるそのフットワークをね、はい、動きを止める、止めることはできると思いますよね、はい。まあ、西田自身もそのボディというのはだいぶ意識して練習をしてたようなんです ね、最近の試合でもね、はい、左のボディーブローがよくね決まったんですけども、はい、今日の試合に関しては一発もまだね打ってないですね、はい、右アッパーは空振りです。トミが動き回っています。今に左フックね、パンチ甘かったんですけど、はい、いい左フックです、はい、ちょっとトミが鼻血が出たようです。このラウンドこのタイミング的には西田のパンチが、うん、あの良くなってきましたね。そうですか。飯村さん、はい、もう第3ラウンドあたりからね、セコンドからはね、はい、もう左左とジャブを出せと、はい、そればかりですね指示はね。そうですか。やっとあのボディですね。見せたですね、左やっぱりね、足元のボディですね、はい、対応してもらいたい。川崎さん、一番面捉えました、うん、引っ掛けます。西山が、あー、西山が乗ってきました。第4ラウンド、あー、ちょっとまた顔が上がりましたか。西田今チャンスなんですよね、はい、ああいうことは やらない方がいいですね。そうでした、はい、さあ西田左を軽く出しながら右ボディ、あれか左、はい、ね、左持って返さなきゃいけない、はい、から。さあトミーを打ち返す。1分を切りました第4ラウンド、ね、ああ右のスクです。いい右カウンターですね、はい、さあ左から右、左です。また右です。ああ、いい、ちょっと効いたかな、効いてますね。さあトミー耐えられるか、西田が増えている、右アッパー、トミーも打ち返す。ちょっと大振りになっているか西田です。残り30秒まだ時間はあります。第4バウンド、細かく攻めたいですね、はい、マシマさん言ってますね。攻め切れるか、チャンスですね。チャンスでした。マシマさんからチャンスという声もかかりました。第4バウンド、西田ちょっと見ています、ちょっと見過ぎですよね、はい、チャンスですから、せっかくペースを取ったんですからね、はい、ここで一気にペースを取りたいですね。お、左ストレートを伸ばしました。いい左ですよ、西田の伸びがあるね、はい、いい左です。第4ラウンド時間がなくなりました。ゴングが鳴りました。沼田さんは10対9で西澤、大橋さんも10対9西澤につけました。西澤がこの第4ラウンド非常にいい攻撃を見せました、うん、いい右アッパーですよね、
川島さん、だいぶこの第4ラウンドは乗ってきたようですね、はい、そうですね、右アッパーから左のボディが出るようになりましたんで、はい、ペースがだんだんこっちの方に向いてきてると思います、はい、まあ、それとですね、トミがその足を止めてですね、打ち合ったですね、はい、その分やはりその不利ですよね、はい、やはりその動きを止めないそのボクシングですよね、それを忘れちゃやはり、忘れたらやはりその西田のボクシングですよね、はい、日本ミドル級のタイトルマッチ第5ラウンドになりました。トミが増える、トミが前進、ただトミ選手はこの後半ですか、はい、スタミナが相当あるみたいなんでね、もうこれからがちょっと勝負じゃないでしょうかね。そうですね、まあ、トミは、まあ、前回の試合が去年の12月だったんですが、およそ、まあ、半年、およそ7ヶ月ですね、試合から離れていますが、まあ、その間にスパーリングは、もう230ラウンドスタミナを離したということで、スタミナはバッチリということですが、サードのスタミナアッパー、西田の右です、左ボディ、このボディが飛び込みました、西田攻める、トミも近いします、トミも反撃、西田もちょっと疲れたか、あの左のボディと入ってくるときに右アッパーのカウンターですね、はい、これが非常にいいですね、左ボディが出ました、川島さんが第1ラウンドのボディですね、出ましたね、いいですね、だいぶあれでスタミナが、はい、後半になると消えてくるんで、足も止まってくるし、はい、いいと思います。リンク、まあ、トミも打ち返す、トミもスタミナには時間、自信があります、まだ第5ラウンド、試合は前半戦です、まあ、同じね、はい、打ち合ってもやはりその体力、パンチ力、イジャーノが上ですからね、はい、やはりその打ち合えばそのトミがやはり不利ですよね、パンチ力では西澤が上ですか、上です、おー、トミ打ち返す、右です、西澤の右、ガッツありますね、でもトミ選手、はい、まあ、スタミナとガッツある選手なんで、大橋さん、スピードという点では両者どうでしょうか、そうですね、前半ちょっと西田のスピードがなかったんですけども、なんか体が温まってきたせいか、はい、緊張が取れたせいか、いつものようにスピードが出てきましたね、まあ、今日が初めての西田にとっての防衛戦ですが、おい、おー、右、大きな右、左、右、ちょっと当たったが大丈夫です、ちょっと西田ああいうとこもったいないですね、そのままやった方が今のはチャンスだったですからね、はい、ボディを狙いましたトミです、もう多少はね、はい、これだけ身長差違いますから、はい、バッティングはもうしょうがないわけですからね、左から右です、フック、右アッパー、しかしトミも第1ラウンドからずっと休まずに打ち続けています、左です、左ジャブ顔面捉えました、おー、トミも次の左のパンチも顔面捉えました、残り10秒です、第5ラウンド、左フック、大トミの控えさ、いいバンチでしたね、第5ラウンドも激しい試合です、第5ラウンド大歓声の中で終了しました、沼田さんは10対9、大橋さんも10対9、連続で西側につけています、前の回第5ラウンドも大橋さん、沼田さんともに10対9で西澤につけました、この西澤の攻撃です、今年1月に日本タイトルを奪取した西澤ですが、日本チャンピオンについては一つの目標には到達したけどまだ満足していない、まあ、米倉ジムにいると日本チャンピオンがプロテストの合格というような感じで、まだまだですと、やっとプロになったような気がするという話をしていました西澤です、確かに米倉ジムからはもう西澤で日本チャンピオンだけ数えても26人目になります、対するトミヒヨシ21歳、非常に元気な試合を見せています、第6ラウンドに入りました、左ボディです、トミ、西澤は今日が初めての防衛戦ですが、まあ、川島さんも、はい、その引退会見の時に、はい、日本タイトルを取った試合の時が一番嬉しかったというお話されてましたけれども、はい、初めての防衛戦というのは日本タイトルどうだったんでしょうか、そうですね、僕の場合両国で大橋さんのセミでやらせてもらったんですけど、はい、緊張しますね、緊張しますか、硬くなりましたね、まあ、西澤はそういうのタイトルマッチとか考えずに集中、この試合だけに集中していくということですが、はい、まあ、そうは言ってもやはり、まあ、それなりの緊張感が、守ろうという気持ちが強ければ強いほどやっぱ緊張すると思うんでね、はい、でもこのラウンドとかその前のラウンドとかすごく体がほぐれてきて、はい、いいパンチも決まってるんで、ペースがだんだん取れてきたんで、はい、いいと思います、まあ、沼田さんいかがでしょうか、このラウンドの
両者の動きは。まあそうですね、このラウンドはですね、はい、あのトミーの方がいいですよ。あ、そうですか、はい、右側の方はですね、手数がちょっと少ないんじゃないかなって感じですね。まあ今のミニスク、ちょっと大きな大きなパンチ打ったんですけども、はい、まあ幸いそのトミーがね攻めてこないからね打たれてますけども、やはりその実はもう小さなパンチですね、はい、大振りはそのスタミナも消耗するし、相手に打たれるし、大振りなパンチは避けた方がいいですよね。井村さん、はい、大熊さん、ちょうど米倉会長に話を聞いているときにね、やっぱり大きなパンチ打ちまして、会長はああいうパンチダメだなというふうに話してましたがね。とにかくですね、はい、この後もボディそして左アッパーと今までうまく決まっていたものをどんどん出してほしいという話です。はい、はい、ただ日産にとってはですね、はい、その今あの大熊さんが言いましたようにですね、やはりその攻撃を間違わないでね、はい、とにかくその左やっぱりいいのを持ってるし、左やっぱ打ったらその右アッパーも持ってるし右フックも持ってますから、そういうような攻撃ですね、離れはその左ですね、もう少しそのついてもらいたいですよね、はい、自分のスタイルを変えないでというところですよね。そうですね、あと西田はこの4ラウンド5ラウンド、はい、かなり攻撃しましたから、ちょっと疲れて、はい、今休んでるっていう感じなので、ね、このラウンドは、まあ、西田はとにかく自分のペースで戦って、ただ1ラウンドから10ラウンドまでどこでも倒す準備はできているという話でした。今日はこの西田のね、右アッパーが光ってますね、いい角度打ってますね、はい、アッパー、右アッパー、これも左引く、この左ストレート、さあ西田が追いかける、ボディ返せればいいですね。あ、ボディへ、そうですね、このラウンドちょっとボディがないですね、西田。第6ラウンド終わりました。沼田さん、大橋さんともに西側に10対9でつけました。頑張れ富弘樹のこの横断幕が張られています後楽園ホール。今日は名古屋からバスで80人の応援団が詰めかけています。そして、揃いの鉢巻き、この鉢巻きを締めてこの富弘樹も後楽園ホールのリングに上がりました。入門して3年間、とにかく一度も休んだことがない、立ってろと、会長が言ったらもう2日間ずっともういいというまでずっと立っていたという富弘樹、非常に真面目な性格をしています。そしてボクシングに対する貪欲さも持っています。あ、右が取った、西澤の右です、富の左の近い人、これほどダメージはないか富弘樹、西澤左ボディです。両者の動きは止まりました。沼田さん、大橋さんともに採点は、まあ、1、2ポイント今のところトータルでは西澤ということですが、沼田さん、この試合の流れですね、はい、今どちらに来てますでしょうか。流れはですね、はい、中盤からですね、その西澤だと思います。トミのパンチがですね、はい、まあ、パンチのなさそうはあるんですけども、いわゆるそのクリーンヒットしてないということですね、はい、それとやはりその挑戦者ですから、はい、まあ、パンチ当たる当たらないも別としてですね、やはりその攻撃主体として攻撃していかなきゃいけないですからね、はい、その分でそのかなり苦しいんじゃないかなっていう感じがしますよね。大橋さん、しかし富の方もずっとよく攻め続けてますよね。そうですね、あのもうちょっとパンチじゃないんですけど、手数はね西澤を上回ってるんですけども、はい、せっかく攻めても西澤にいいミニアッパーをもらっちゃってるんですね、はい、このミニアッパーをあのなんとか外す工夫が少し欲しいですね。西澤にも今左のボディが出ました。井村さん、はい、高原さん、その飛びサイドなんですよね、ちょっとあの西澤の方に流れが絡みかけてきてるんで、はい、ボディ中心の攻撃でその流れを変えるようにという指示を出してますね。あ、そうですか、はい、まだまだこの後挽回可能だというふうに自信も持ってます、はい、青コーナーからはトミーのボディ攻撃の指示が出たということです、まあ、ただですね、トミーがですね、まあ、ボディ打ちですね、セコンドの言うようにですね、なかなかそのボディ打てないと思うんですよ。なぜかと言いますと、はい、西澤のですね、右アッパーですね、これがその強烈なものはありますからね、はい、なかなかその懐に入れなくなってきたですね。川島さん、このあたりの一つのパンチの恐怖感というようなものっていうのは試合中あるものなんですか。そうですね、なかなかのアッパーっていうのは見えない感じなんでね、そこら辺のトミー選手の恐怖感あると思います。はい、じゃあ出会い頭の左のストレートを当てました西澤です。西澤の右、この左フックはこれは空振りです。試合は第7ラウンド入ってボディです。西澤はいきなり飛び込んでの左ボディ、ローブロー気味でしたけどね、ちょっと引っかかったですか。左右です、
右アッパー。日本タイトルを奪取した時、田本はこの右のストレート2発で倒しました。この左画面捉えた。打ち合いですが両者クリーンヒットにはなりません。打ち合いのまま第7ラウンドが終わりました。沼田さんは10対10、大橋さんも10対10、このラウンド差がつきませんでした。右側がチャンピオン西澤義則です。日本ミドル級のチャンピオン。今日は富裕樹を倒すことだけを考えて練習してきたという、もうその準備は万端という西澤義則。対する富裕樹もこれ以上できないほど練習したというものです。会長の丸木会長の話によりますと、富は去年の12月の前の試合に比べると3倍強くなっているという話です。西澤が2倍強くなってなければ富が勝てるという話です。試合は第8ラウンドに入りました。残り3ラウンドです。左ボディです。西澤左ドッグ、また左です。左を出します西澤です。その右アッパー。大橋さん、これまで両者の動きですね、後半にも入ってきて、西澤のアッパー。応援団からは大きな声を飛んでいます。右スク、西澤のパンチが顔面捉えている。富野選手、はい、ちょっとダメージの方が重なってきたような動きですね。ですはい、どのパンチというとどうでしょうか。あの右アッパーですね。右アッパー、あと左のボディですか。この辺でかなりダメージは蓄積されてますね。そうですか。やはり川島さんおっしゃるように、はい、ボディの攻撃というのは時折出てるのは効いてきてるんでしょうかね。そうですね。あのスタミナが、左ボディです、はい。足が止まってくるし、スタミナが落ちてくるんだね。あのアッパーもなかなかいいですね。はあ、ははあ。沼田さん、その富の足の動きという点ではどうでしょうか。はい、まあ多少ね、いやその打たれてきたということでね、はい、いや動きが鈍ってきたんですよね。はい、しかし富も打ち返します。富も富選手もよく頑張りますね。そうですね。パンチは軽いんですけどね、たまにまとめて細かいパンチを打ってきますよね。はい、とにかく3年間一度も練習、それからロードワークを休んだことがないという富、非常に真面目にこのボクシングに取り組んでいます。まだ21歳、将来楽しみです。その間ペースを取ろうと思って富選手前に出てますね。はい、これはその真面目な性格が出て、この真面目な攻撃なんですね。もうちょっとねずるくなって、はい、フェイントをかけたり、そういうずるさもこれからね覚えてもらいたいですね。沼田さん、そのあたりはキャリアのある西田の方が1枚も2枚も上手ということはありますかね。まあそれはありますよね。ただ残念なことにですね、はい、富がもう少しパンチがあったらなっていうことですよね。おー、左、富も待つ。今のも富選手にもしパンチだったれば、はい、危ない場面でしたね。富が左右に体を揺らした。両応援団から大きな歓声です。オープンホール。西澤もこの地元の長野県上田市からたくさんの応援団がやってきています。ご家族、そしてデザイナーの越野純子さんも今日は西澤の応援に駆けつけています。左ボディです。富ちょっと揉み合っています。第8ラウンドが終わりました。沼田さんは10対9で西澤、そして大橋さんも10対9です。第8ラウンドの攻防です。富のパンチ、そして西澤のパンチもお互い相手の顔面捉えました。この右のアッパーです。これが今日はいいですよね、西澤ですね。はい、外その左アッパーですね。はい、右アッパーというのは大橋さんいかがだったんですか。この西澤得意だったんでしょうか。昔からそうですね、あまりちょっと気をつけたことないですけどね。はい、今日は本当にね、あの右アッパーが有効でね、はい、あの富選手の勢いがあの右アッパー一つで止まっちゃうんですよね。はい、非常に調整はうまくいったという両選手です。まあ、西澤も前々から話していましたが、川島さんの減量のこの仕方などを見て非常に勉強になったということですね。あまり普段からこの体重を増やさずに気をつけるというようなことも実践しているというような話してましたけれども、まあ、いいじゃないですかね。、はい、あのいいとこは先輩にね、はい、見習ってですね、
まあ、今日の西澤があるんですからね、まあ、西澤の方が川島よりも年上ですが、やはり川島さんより年上ですけれども、はい、そういう風に後輩から学ぶという姿勢が西澤選手の、まあ、真面目ないいところかもしれませんね。そういうところとしてはボクシングはね、川島君の方が先輩だからね。それとですね、あとはミニアッパー昔打てなかったんですけどね、それをこの30を過ぎてもそういう研究熱心さで腕のものが切断した、まだこれからもっともっと強くなる可能性を秘めてますね、はい、西澤の左のボディーが当たってちょっと富の動きが止まりましたか。飯村さん、はいはい、赤コーナーの米倉会長、残すラウンド2つですがね、とにかくラッキーパンチに気をつけること、はい、そして西澤の方が体が大きいんだからもうどんどんプレッシャーをかけていけという指示を出しているようです。で逆に会長の方からですね、ポイント放送席どうなのと聞かれまして、はい、少し西澤が勝ってるようですと答えましたら、そうでしょうとうなずいてました。あ、そうですか。残り2ラウンド、第9ラウンドももう間もなく残り1分となります。まあ、挑戦者の富もね、はい、その自分の持ってる力をね、自分から満たしてますから、はい、まあ、丸木会長もこの富はまだまだテクニックという点ではこれからだから、まあ、今日もとにかくいつになるかわからないけれどもチャンピオンにはなれる素材だ、もう思いっきりやりますという話でしたね。非常に第1ラウンドからずっと積極的な攻撃を見せています。黒いトランクスの富裕樹、日本ミドル級の1位、まだ21歳です。対する西澤義則は31歳。西田の方もかなりスタミナ消耗するような表情しますね。足が引っかかりました。ちょっとバランスを崩しました。疲れてきましたね。少し今西田ももう年だとかダメだとかいろいろ言われるし、そう思ってる人も多いと思うけれども、30代の世の中の30代の人に勇気を与えるためにも今日は頑張りますという気合を込めていました。あー、やった、顔面捉えた。まだまだスタミナも十分です。西田富もよく耐えています。両陣営から両選手のコールが起こっています。第9ラウンドが終了いたしました。稲田さんは10対9、大橋さんは10対10、稲田さんは西澤につけました。日本ミドル級のタイトルマッチはこれから最後のラウンド、第10ラウンドを迎えます。こちらは西澤の応援席です。地元の長野県上田市から、そして東京もたくさん来ています。これはまたこちらの富も同じことです。最後のラウンドが始まります。今ゴングが鳴りました。第10ラウンドの場合合わせました。まず見送ってきました西澤です。ここまでポイントでは沼田さん、大橋さん、そして川島さんの採点でも西澤がやや有利に進めています。しかしこのミドル級重いクラス、何が起こるか分かりません。最後のラウンドです。しかし両選手ともに動きが落ちませんし、いい試合ですね。まあ、そうですね、富選手ですけども、はい、なかなかその、ね、真っ向から打ち合って強気なボクシングですよね、はい、それと打たれ強いですね、富選手は。もうかなり倒れてもおかしくないようなパンチをね、かなり受けてるんですけど、ペロッとして攻撃しますよね、本当に将来楽しみな選手ですね、はい、なかなか根性はいいものを持っているという丸木会長の話もありました。挑戦者の富裕樹です。このまま判定になるのか。第10ラウンド残り2分となりました。左が当たりました。西澤です。さあ、打ち合いです。後楽園ホールが大いに沸いています。西澤の右、ちょっともみ合いになりました。川島さん、しかしよく動きますね、両選手ともに。そうですね、お互いもやっぱ選手ながら手が出ましたね。まあ、西田のちょっとトリッキーな動き、左ボディをいきなり持っていきました。やっぱり10ラウンドやっぱ戦って、やっぱお互いちょっと疲れたんですね。はい、さあ、リング中央、第10ラウンドの残り半分になりました。あれ、やっぱ突き上げた。トミーの打ち返す。トミーの内から内から攻めていく。まあ、本当にね、どんどん真っ向から打ち合ってですね、はい、本当に健闘しますよね。はい、さあ、その様子、ちょっと揉み合いになりました。富と西田は両選手のコールです。大きな声で後楽園ホールが包まれています。残り1分を切りました、第10ラウンド。ああ、右を左に持っていった。
富野よく打ってますね。そうですね、このラウンドはもう手数は西澤を上回ってますからね。本当によく新鋭らしい戦い方ですよね、はい、見てて気持ちがいいですよね、はい、しかしその勢いを西澤もしっかり受け止めてこれをかわしています。残り30秒になりました。第10ラウンド最後のラウンドです。今クリンチでしのいでますね、はい、あ、富野く連打富野です。西澤も連打攻める。富野選手の後すごい生活ですね。富野、最後まで打ってます。最後の第10ラウンドです。残り10秒を切りました。もう KO での勝ち負けはありません。さあ最後のラウンド時間がなくなった。日本ミドル級タイトルマッチ10回戦両選手戦い抜きました。放送席の回転最後のラウンドは沼田さんが10対9で富、そして大橋さんも10対9富が取りました、これで判定ということになりましたが、ポイントでは大橋さん沼田さんともに、2、3ポイント西澤の方が勝っています。そして、川島さんにもつけていただきましたが2ポイントほどですかね、西澤が勝ちということですが、さあどうでしょうか。勝者赤コーナー西澤、赤コーナー西澤、初めての防衛戦判定勝ちです。右手が高々と上げられました。西澤義俊、日本ミドル級タイトルマッチ初めての防衛戦、このチャンピオンベルト再び巻くことができました。今認定証が渡されています。沼田さん、まあ、苦しい戦いでしたが西澤の方がやはりポイントでは上回っていましたね。まあ、そうですね、それもですね、はい、やはりその体力の違いさとですね、パンチ力の違いさですね、これが大きかったんじゃないかと思いますよね、はいはい、まあ、大橋さん30代の方に勇気を与えるのに十分な試合でしたね。西澤もそうですね、この新鋭をね撃退したということで、はい、その30代に勇気を与えましたね今日は、はい、まあ、この西澤もそうですが富も川島さん非常によく頑張ったんじゃないですか。そうですね、手数を出してこのペースを取ろうとするあたりやっぱり、すごくいい選手だと思います、はい、よく頑張りましたね、まあ、西澤この表情、まあ、チャンピオンダッシュした時のような雄たけびが聞こえませんが、今初防衛を果たしました西澤義則表彰を受けています。それでは準備ができましたらインタビューを奥間アナウンサーにお願いします。再びこのチャンピオンベルトを巻くことができました西澤義則です。今ジャッジペーパーを読み上げられていますが、3ポイントから4ポイント西澤がそれでは3対0の初防衛に成功しました西澤選手にインタビューします。初防衛おめでとうございます。どうもありがとうございます。初防衛は今どんな話ですか。そうですね、もう初防衛という、まあ、今日の内容じゃあまり喜べないですけど、まあ、とりあえず今日は勝つことが優先でしたんで、まあね、チャンピオンというのは勝って初めて、ね、防衛してチャンピオンっていう言われるふさわしいものだと思うんで、今日はとりあえず勝てたことは嬉しいと思ってます。せっかく今日も全国からね、500人友達来てくれたんだけど、ちょっと内容的にはちょっと恥ずかしかったです。どうもすみません。いや、そんなことないと思いますよ。ちょっと序盤戦相手のすばしこさに苦労したかなというところは見られたような気がしますが。そうですね、もう前半ジャブついて5ラウンドまで相手を動かせるという作戦は作戦だったんですけど、それを逆にトミにやられたということは、ね、ちょっと悔しかったですね。まあ、トミも初挑戦にしては本当にアグレッシブに、ね、攻めてきて本当に挑戦正しかったと思います、はい、さあこれからの目標を聞きましょう。まあ、そうですね、まあ、自分で日本なんか誰の挑戦も受けるからいつでもかかってこいよ。今インタビューが続いております。まあ、いつでもかかってこいという気合いの入った言葉が聞かれましたが、じゃあ一言ずつ、川島さんどうだったでしょうか今日は。感想は今日はそうですね、やる方じゃなくて今日はこのね、こっちの方で沼田さん、大橋さんいかがでしたか。まあ、そうですね、西澤の持っている力は十分で出し切ったと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。どうも失礼しました。